みません、この村で悪夢の城について詳しい方はいらっしゃいませんか？生きて戻ってきた人がいると聞いたのですが。え、悪夢の城の生還者かい？あんたたち、なんでまたそんなこと聞くんだ？私たち、あの城の調査をするためにこの地にやってきたんです。内部のことを少しでも分かる方がいたらお話を伺いたくて。やめといた方がいいと思うけどね。あんたたちが言ってる人は俺の叔父なんだけど、村の外に住んでいるんだ。あの城に行った人はたとえ生きて帰ってきたとしても人が変わったようになっちゃうんだよ。叔父は以前は村に住んでいて朗らかで優しい人だったんだけど、今は人嫌いで誰とも話そうとしない。俺だけは小さい頃から可愛がってもらっていたから今も食料を届けたりして交流はあるんだが。じゃあ突然訪ねたりしたらまずいですかね？ああダメダメ、門前払いだよ。やめておきな、きっと怒鳴り散らすと思うよ。でも僕らはあの城の恐ろしい噂の真偽を確かめて解決したいんです、村の人たちのためにも。話し合いの場を取りなしてもらう、それだけでもお願いできないかな？野菜の塩漬け、それに膝掛け。え？野菜の塩漬け、膝掛け、あんたらが調達してきてくれるなら考えるよ。あもちろん、お安い御用だ。それは村で買えるものなのかな？野菜の塩漬けは村の外に貯蔵庫があるんだ。最近獣が周辺をうろついてうかつに近づけない。あんたら剣を持っているし、それで追っ払ってくれよ。膝掛けは小屋に住んでいるばあさんに頼んである。野菜の塩漬けを手に入れたらそれと交換してきてくれ。村の外に住んでいる人だ。怖い獣も出るし、寒い中あっちこっち行くのは大変だけど、本気で話し合いがしたいなら叔父のためにそれくらいできるだろ？了解した。信用を勝ち取れるようにすぐ取り掛かるよ。いや腹減ってきたから、食べ物手に入れたら食べちゃいそうで。もう先輩ったら冗談言って。中堅士時代を思い出しますね。先輩たちと食べるものなら何でも美味しかったな。先輩たちが私たちにお裾分けしてくれた食べ物を寮のみんなと食べるのも大好きでした。本当に懐かしいです。今は堂々と買い食いできるわけだし、また一緒にうまいもの食べようぜ。はい、キリト先輩、私ずっと不思議だったんですが、その先輩はどうして私に優しくしてくれるんですか？あ、どうしてってそりゃ後輩だしな。後輩だからだけですか？まあ俺もリーナ先輩にはすごくよくしてもらったし。ただの後輩。ロニー？いえ何でもないです。先を急ぎましょう。キリト先輩、あれが村の貯蔵庫じゃないでしょうか？確かに獣がうろついていますね。悪いことしてるわけじゃないけど、村の人にとっては怖いよな。悪いが場所を移動してもらおう。威嚇して蹴散らすぞ。
どうしたロニー、行けるか。え、あ、すみません。ロニア・アラベル、戦闘開始します。君と一緒なら我らの覚悟を示す。無事追い払えたな。貯蔵庫の中を見てみよう。キリト、これじゃないかな。お、それっぽいな。うまそう。食べちゃダメだよ。さ、次の場所に移動しなきゃ。キリト、僕が運んでおくからみんなに声をかけて。なあ、ティーゼにメディナも行くぞ。あれ、ロニエがいないな。ロニエ。ごめん、驚かせたか。いえ、すみません。私、任務中なのにぼーっとしてて。いかんな、ロニエ君。さっきから様子が変だぞ。何か悩みがあるなら話しなさい。はい。私、先輩との任務、カーディナル様に知らされてからずっと楽しみにしてたんです。今もすっごく自制していますが、内心はご一緒できて嬉しくて嬉しくて仕方がないんです。おお、ありがとな。でも、その私、きっともうただの後輩じゃ物足りなくなっているんだ。先輩が優しいのはお人柄があってのこと分かってるけど、何か一つでいいから私だけの特別なことがあればいいのに。キリト先輩にとって私は修剣士時代の知り合いの一人でしかないわけで、私一人ではしゃいでいてバカみたいだなって思って。ロニエ、ごめんなさい。こんなことで落ち込んでいたって言われても困りますよね。忘れてください。あ、いや、ちょっと待ってくれ。そのさ、伝わってなかったらごめん。でも俺結構大事にしてるつもりなんだけど。というか、ロニーに関しては割と分かりやすく自分ではやってたつもりなんだが。え、本当ですか。本当だよ。まあ、そんなに俺分かりにくいかな。食べ物とか渡したのだって俺なりの可愛がりというかさ。ティーゼはユージオが見ててくれるから、俺はやっぱりロニエを一番に見るようにしてたし、今だって俺はこうして目の前にいるだろ。ちゃんと見てるし、いつも気にかけてるよ。俺も人間だし、自分のそばつきをやってくれてた子はやっぱり特別、うん、大事だよ。特
別大事なあ。可愛い後輩選手権があればロニエは1位を取る。俺の中でだけだけど、はあ、先輩。うん、私復活しました。ご迷惑おかけしました。いやいや、俺もその好意はなるべく口に出すようにするな。できるから。いいえ先輩、先輩はどうぞずっとそのままの先輩でいてください。私は過保護です。キリト先輩、いつまでも私の特別大事な先輩でいてくださいね。よし、次はこの野菜の塩漬けを持って物々交換をしに行くぞ。ここで会っているのかな。とりあえず家の人に聞いてみよう。そうだね、寒いから少しの間でも中に入れてくれると助かるんだけど。ティーゼ、顔が赤いね。もしかして熱がある？わかりません。熱が回ってないじゃない。ティーゼ、ティーゼ、視界がぐるぐる回る。ユージオ先輩に心配かけちゃダメなのに。ティーゼ、キリト大変だ。ティーゼが寒い中雪だるま作ってはしゃいでたから。ティーゼ、ロニエのバカ、それ秘密にして欲しかった。ティーゼ、大丈夫かい？ユージオ先輩の声が聞こえる。温かい手が額に。ああ、まだ熱っぽいね。やっぱり風邪かな、それとも疲労。どちらにしても僕たちのせいだ。旅に付き合わせてごめんね、ティーゼ。何かしてほしいことはない？きっとこれ夢だ、夢だ。先輩が髪を撫でてくれてるなんて、まるで私の願望が現実になったみたい。そうだ、みんなは小屋のおばあさんに頼まれて外で雪かきの手伝いをしてるんだよ。まだ少しかかるみたいだから、ゆっくり寝ていて大丈夫。僕が見守るよう任されたから、何も気にしないでゆっくり寝てね。ユージオ先輩。ん？なんだい？頭、髪、もう少し撫でてください。さっきのは汗をかいていたからすっきりするように髪をかき分けただけで。撫でて。はい。こう？もう片方の手で私の手握ってください。それはさすがにダメじゃないかな。ダメじゃありません、ダメじゃ
ないもん。だいぶ熱で意識がぼんやりしてるみたいだ。わかった。ティーゼの望むようにするよ。ほら、手も握った。これで心細くないね。先輩、他の子にもこういうことしますか？しないよ。壊れない限り。私も他の人にはこんなこと頼みません。ユージを先輩だけです。うん、私は先輩だけですから。どうしよう、僕絶対今顔が赤いよ。参ったな。ご迷惑をおかけしました。1時間も寝ていたなんて。大丈夫、雪かきもそれくらいかかったし。もう大丈夫なのかい？はい、すっかり眠ってしまいました。ありがとうございます。はい、これ雪かきのお礼よ。あ、ありがとう。じゃあこっちも野菜の塩漬けをどうぞ。ティーゼ、熱はもう下がったのか？はい、なんだか溜まっていた疲労もどこかに行ったみたいに消えちゃいました。そりゃよかったな、ユージは。あ、ユージは、お前顔赤くないか？そんなことないよ。私の熱が移ったんでしょうか？どうしよう。いや、熱は、僕が勝手に移ったのかな。なんでもないよ。さ、膝掛けも手に入れたし、こんなところで立ち話してないで行こう。よし、一旦村に戻って集めたものを渡そう。うん、確かに。あんたたちの誠意は伝わったよ。それじゃあ今からでも叔父のところに行こう。叔父は少し遠いんだが、村の北西の小さな小屋に隠れるように住んでいる。先に行って叔父に話を通しておくよ。おじさん、食料を届けに来たよ。あと、ちょっとお客さんを連れてきてるんだ。いい人たちだから、少し話を聞いてやってくれないか？ああ、よく来たな。客？ここら辺のものじゃないようだが、おいが世話になったようだ。話とは何だ？すいません。この近くにある悪夢の城について知っている人を探してるんですが。あんたら人の傷口えぐるような話をして楽しむつもりか？違います、城を調査して脅威を取り除きたいんです。こんな若者ばかりで調査？
バカ言うな。今までどれだけ屈強な剣士様が、高位な司祭様が挑んできたと思ってる。みんな死んだ。お前らじゃ無理だ。帰れ。おじさん、そう言わずにさ。怒らないで、ちょっと落ち着いてよ。堅くなな態度だな。これは説得に時間がかかりそうだ。失礼。ぶしつけな質問だったのなら代わって謝罪する。あなたを傷つけるつもりはない。私はメディナ・ウルティナノス、剣士を生業としている。我々はカセドラルに負わせられる尊い方から依頼されてきた。民の苦境を憂いておられる方がいるのだ。そうでなければどうして我々のようなよそ者がここに来る。ここは辺境、天職に剣士を授かる我々が何の用もなく来るべきところではない。だが来た。それはあなたの抱える苦しみがもはやカセドラルにまで伝わっているということだ。俺の苦しみをお偉いさんが知っている。助けてくれようとしている。そうだ、あなたが良き人であるのであれば辛くても事情を話してほしい。そして私たちに解決の糸口を教えてくれ。それがきっとあなたのためにもなるだろう。わかった。あんたになら話すよ、剣士様。よかったな、話が聞けて。それじゃあ俺は自分の家に帰るよ。ああ、協力感謝する。達者でな。さて、いろいろ聞けたな。情報をまとめると、悪夢の城の調査隊は今までも何回か城に入っているが、生き残って戻ってきた人の方が少ないらしい。被害の形はいつも決まっているそうだ。城に入った人たちが何らかの不可解な出来事に遭遇する。途中で気絶し、起きた時には死人が出ている。これの繰り返しだ。先ほどの彼も調査隊の一員だったが、城の中で隊が二手に分かれ、探索しているうちに体内で小競り合いが発生したそうだ。暗闇の中で足を踏んだとか、そういうものだ。小競り合いは激しい喧嘩に発展し、普段は優しい者が常軌を逸したように仲間を追い回し始めた。ひどく暴力的な雰囲気に全員飲まれていたと語っていた。だが途中でどこからか悲鳴が聞こえて、冷静になり、皆チリジリになって悲鳴の出元を探した。探しているうちに彼は気がついたら血だまりの中に横たわっていた。周囲には調査隊の仲間の惨殺されたムクロが無残にも転がり、遠くでまた誰かが悲鳴を上げる音、何かの咀嚼音が聞こえ、彼は恐怖に耐えられなくなり一人逃げたと。一部記憶の欠損もあり、どこからどこまで現実だったかももはやわからないらしい。城に入った時からずっと悪夢を見ていた気がするとも言っていた。話を聞く限り、確かに何かしら精神に干渉するような罠が仕掛けられていたのではと思えなくもない。だが確定するにしては弱いな。みんなはどう思う？メディナがすごいと思う。ああ、あの村人への語りかけ素でやってるんだよな。はあ？何を言ってるんだお前たちは。やはり疲れているんじゃないか。もういい。ロニー、ディーズ、二人が意見をくれ。勇者、俺救世主の能力が何らかの形で発動したのかと思っちゃったよ。僕も。でも考えてみれば、彼女は本来貴族のお嬢様で当主となるべき人だ。生来持ってるものが発揮されてきただけなんだろうね。
こういうのが異星者の素質ってやつか。本来のメディナか。きっとロニエたちと過ごすことで精神的にも満ち足りてることもあるんだろうな。俺はいつも辛そうなメディナばかり見てきた。これからはいろんなメディナが見れるといいな。おい、話がまとまったぞ、そこの二人。ああ、何でも聞くぞメディナ。俺にできることは何でもする。本当に何なんだキリト。じゃあ真面目に話を聞いてくれ。これからのことだが、城に行くのはもう決定だ。不安は残るが行くしかない。仕掛けられているかもしれない何かは警戒するしかないだろう。個人行動はなしにしよう。みんなで固まって移動だ。危なくなったら戻って再度対応策を練ろう。別にひよっているわけじゃないぞ。ロニエとティーゼもいるんだ。万が一何かあったら二人のご家族に申し訳が立たないからな。安全第一だ。メディナ、本当に今の生活充実してるんだな。俺嬉しいぞ、こんなに優しい子に育って。むかつく。キリト、何なんだ。そんなに前の私と違うのか。知らないぞ。いや、前からちゃんと優しい子だったよ。もうキリト、話が進まないから黙って。メディナの言う通り、安全第一だとして城へはどう行こうか。城の鍵は本来の管理者である没落した貴族の代わりにこの村の村長さんが持ってるそうです。かな。お父様はお出かけですか。お父さんはいません。どこに行ったか聞いてる。お外見回り。周辺の巡回ってことかな。いつも一人でお留守番してるのか。偉いな。かわいい。キリト先輩、家で待たせてもらうのも悪いですし、村の外を捜索しますか。そうだな。保護者もいないこの家に見知らぬ俺たちが居座るのもな。お父さん探すの。犬のミッキーと一緒だよ。散歩しながら行くの。犬を連れてる人がいたらお父さんだよ。あ、すごくいい情報です。先輩、行ってみましょう。ありがとう。頑張って探してみるね。